ちょっと待ってよ。行っちゃうよ、もう。あ、待ってちょっと待ってくださいよ。ちょっと待ってよ。早くしないと行っちゃうよ。ちょっと。なんだっけか、それ。知らないですか？うん、なんかそう、あれ、あ、そう、それそれ、そう、いるいるいる、そういうの知ってる。奥様はこうやってやってる、ね、そうそう、待ってってなるね。待ってってこと。そうね、よし、あ、書いてなかった、まあいいや。よしよし、じゃんよね。リムリムの聞いてたらね、すっかり前準備を忘れた。うん、いいですよ。もちもちやってますからね。よし、そういっちゃ、あー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 、よいしょ、落ちたー。太郎、やーい。ねえ、太郎も元気ですよ。起きてるかな、今日。大丈夫。始まるよーって。シュ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 。お、キュッキュッ。起きて。お、起きて。起きて。届けない。いや、ちょっと寝てるなんか。そんな温かいでも寝てこのバシバシぶっ叩いてる。起きて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 。なかなか眠いっすね、それは。そうそう、起きてよ。仕事だよ。本当だよ。むにゃむにゃってなってる。よし、あ、まあいいや、もういりゃいい、だろうは。よし、じゃあもう始まっちゃってる。よ、あれ、あ、31分だもんね。はいはい、よし、よし、はい、よし、皆さんこんばんは。もうこの時間こんばんはですか。そうです、はい。ではミラクル相談所古田さんのシャバの賢者の一人ごと、今日もまたまた始まりますよ。お願いします。ハローはなんか今日ね、寝てるけどちょっと動かすね。動けば勝手に起きる。動かす。よし、じゃあね、はい、番組説明、いつも覚えてない番組説明ですけど、はい、読む読む、大丈夫、読める。掛川の片田舎で悠々自適に生きている賢者こと私古田が、あ、そうだ、私2月からね、副業でね、勤め人もやり始めたからね。勤め人、うん、何、自営業と賢者は自営業じゃん。おうおう、サラリーマン、あ、要は勤め人。そうそうそう、勤め人もね、副業で始めましたのでね、まあ、いずれにしろ悠々自適でございますけれど、ね、そんな私がですね、人生に迷ってるのか迷ってないのかも気づいていない血迷っている人々に、まあ、今ねお伝えした方がいいんじゃないかなっていう情報を、まあ、なんかこの場で決め、テーマを ね、でまあね、それをもとにね、みんながね、よりよくより幸せになっていってくれたらいいかな、それに役立ててもらえたらいいかなって思って、こんな番組やってますよ、ね、よし、じゃあお題はその場で決めるって言ったので、今日は何にしよっかな。トゥルルルットトゥよし、あ、な、なに、なんか聞いた、来た、来たって違う、このピコリン、あ、ピコリン、ピコリンが来た、ピコリン、よし、今日は何がいいかなってね、テレレレレテッテー、なんかレベルアップの音だ、ペペペペペね、うん、すごい、見ろ、はい、ボーン。のんびりやってますよ、皆さんね。あ、奥さんなんかハワワワってあくびしてて、太郎と一緒じゃないですかね、ボスケでね。よし、じゃあ今日のテーマはね、どうもね、ニュースを見ろっていうのがピコンってきたから、ニュースを見ることについてなんか話してみようと思います。まあ、だからといってね、私ね、自分がね、ニュース見てないんですけど、あんまり、
なんかいいニュースないかな。みーちゃんいないからさ、何がね、あれかって今話題のね、何か出てくるかな。Google の一番初めに出てくるのなんかないかな。いいやつね。あれ？今何だろう。なんか結構ね、日替わりでね、ポンポンね、目につくものはね、出てきやすいんだけど、あ、この人のいいんじゃないの。この人のあんまりね、なんかほら個人的な問題とかね、人の生き死にとかね、いうニュースはちょっとね、別にこういうとこで話題で出さなくてもいいかなって思いますので、じゃあ例えばよ、今パッと目についた麻生さんの発言。それもまた政治関係のいい、なんかね、これがいいらしいんだよね。何をこれ、みんなもう読んでる、聞いたことある？なんかね、財務省財務大臣でしょ。そう、ちょっと読んでみる、はい。自民党の麻生氏が講演の場で次のような発言をしたということで、またまた騒ぎになっている。まあ、その発言っていうのが、年寄りが悪いという変な野郎がいっぱいいるけど間違っていますよ。子供を産まなかった方が問題なんだからっていうね。うん、そうね。まあこういう発言をして、ね、ちょっとまあね、まあね、子供を産まない側なのか、それともそういうのを傘に来てね、ちょっとね、偽善しゃぶってるバカ者なのかわかりませんけどね。まあ何かちょっとクレームが出てきた、まあね、発生してしまったよ、炎上しているというのでしょうかね。そんなことがね、ありましたよっていうの、こんなニュース出てるよね、きっとね。2月4日の夜10時ぐらいにこのニュースは記事として出てるので、まあもうみんなね、まあ、見聞きはねしているんじゃないかなって思いますけど、じゃあね、ニュースまあいろいろ日々ね出てますけど、実はいろいろな人間に対するね啓発、まあ目を覚ませっていうようなまあね意図を含んでいろいろなものが発信されています。もちろんね、このね、まあ今麻生さんのことをまあピックアップしてね出してはいるんだけど、彼だけがなんだろうな、まあ啓発をね目的として発信しているわけじゃなくて、まあ、ちょっと口滑らせちゃったよっていうようなことも、もちろんよく考えて発信されたことも、どちらにしろいろいろな意味がちゃんとあって、そこから自分のことを顧みる、振り返ってみるっていったところをね進められてます。本当にまあ何がね、どんなニュースがね気になるかっていうのは人それぞれだと思いますのでね、だから自分が気になったものが結局今の自分にとって必要な、まあ、自分の課題点だよね。ここを変えていくと、まあ、より良いかなって、まあ、より自由に自分が楽ちんで生きられるようになるよって言ったことを気にならされてます。まあ、自分自身もね、無意識のところで、まあ、気になってしまっているって言ったのは、まあ、自分の中でそこをどうにかしたい、そこが問題点課題点として、まあね、無自覚ですけど、大体無自覚なんだけどね、なんとなく気になっちゃうって言ったのはね、そうだけど、そうやってちゃんと自分で必要なものをチョイスしちゃってるので、まあ気になったな、このニュース気になるな、まあこれこのまあ事件とか出来事とかっていうのが気になるわって言ったものを、なぜ気になるのかなっていうのを掘り下げるね。リムリム先生も言ってましたが、表面的なことばかりね見聞きしててもね、何も分かりゃせんの。だからなんで私はそれが気になるのかね。今回まあね、私がじゃあ麻生さんの発言ね気になったっていうのは、これは別にね私個人の問題ではなくてね、ここで発言するためにチョイスすると一番いいよっていうことなので、チョイスしただけですよ。いい、やっぱそれも理由の一つだよね、なんで気になったのか。それは私個人の問題でそれが気になる場合もあるだろうし、今回はこの、まあ、ここでね、シャバの賢者の独り言を垂れ流すための
テーマとして気になる、まあ、発信するといいよって言ったのの一番いいニュースっていうのが今回麻生さんの発言って言ったことになっておりますが、じゃ あ, あ, あちょっと待ってよ。太郎がね起きてないんだけど、いつも右にはめてるからねやりにくくてね、ちょっと右にはめ直す。あー起きてー、あーよし、あやりやすい、これこっちの方がつまみやすい。よし、じゃあどうしようかな。あのね、じゃあ麻生さんの発言でね、このニュースからまあ人間に対する啓発どんなところをね読み解いててほしいかって言ったところなんですけど、うん、一番ね大きいものっていうのは言葉狩りね。誰かや何かが発信したものに対して過剰に反応しているって言ったことに気づいてねって。自分がなんかあんまり気にならないことって本当気にならないと思うんですよ。どうでもいいんだからさ、目にも耳にも入ってこないと思うんだけど、なぜか過剰に誰かがさも自分を責めているような言葉、まあ自分じゃなくても自分と似たような、まあ、弱者っていうのかな、まあね弱い立場の人だったり似たような境遇の人を責めているような言葉に対して過剰に反応している、その言葉狩りをしている状態だよって。言葉に過剰に反応している、誰かや何かの発信している言葉に過剰に反応しているんじゃないですか、それはなぜなんですかって言ったところに気づいてほしいね。多いと思うんですよ。よくねなんかこう炎上したっていう、ね、ニュースもねたくさん出てくるんですけど、まあなぜね、あのまあ別に反論が出て全然いいと思うんですよ。議論っていう場、まあ別にまあねネットとかで出てくる情報、まあツイートとかブログとかいろんなところでね情報発信みんなしてますけど、別にそこでねいろんな意見が交わされるのはいいと思うんですね。ただなんかこの過剰に反応しているでなんかやり玉にあげるっていうのかな、よくない。まあまあ麻生さんの発言が私は別に悪いとは全然思わないんですけどね。まあ年寄りがどういうね、こう前後が分かんないのでまずね、ねこの問題発言だよっていうところをまずこうそこだけを抜き出しているので、まず事実が不十分だとね。でもじゃあそのまあ問題発言と捉えたとこだけを抜き出して。まあ、攻撃するっていうのはまずバカ者だ、事実をまずしっかり前後も含めてね、彼がどんな思いでどんな立場で前後のね文脈というか話の流れからこういうものを言ったのかっていうのをまず全体像をよく見ましょうね、事実の確認をしてくださいとね。でその後にじゃあまあ、実際のね問題だって言われているところが本当に問題発言なのかっていったことを自分のおつむで考えて答えをまず出してください。一般的な考え方、社会的に常識だからとかそういうのは一旦置いといて、でちゃんとね自分なりに、ああこの人の発言っていうのはこういうところがまあどんな考えでこう言っている、でも私は好きじゃないわ、私は嫌いだわ、でも全然いいんですよ。で、まあ、まあ逆に肯定的でも全然いいと思うんですね。いろんな意見があると思うのでそれ自体は全然いいんだけど、ただ炎上しているからね、これみんながわーわー悪いって言ってるから、じゃあ鵜呑みにして自分で何も考えずに悪いって、ね、言う人たちと、ね、迎合する、簡単にねそういうことしないでください。自分のおつむでよく考えて、答えを出してねって。問題発言ねいっぱいしてくれてる人たちいると思うんですよ、ね、何だったっけか、何かあれも気になる、麻生さんのじゃなくてほら、あれ私なんか今日出てくる前にちょちょって見たんだよな。なんかお笑い
お笑い芸人の人がほら高須院長に何か言っちゃったよみたいなの出てなかったっけ、高須クリニック、あ、そうそうそう、あの面白いね、男性クリニックちょっと違いますね、なんかね、あ、違うね、イントネーションちょっと待ってよ、そんなのちょっと違いますね、なんかなかったかな調べる、調べる、知らないですね、調べるよ、いいんだよ、高須クリニックの人はヘリコプター乗って乗り回せば、ね、だって ねそんな稼いでいるそう、バンバン使ってもらわないと、ね、回してほしいですよね、その通りです、よいしょ、なんかね、たーかピピッと何かを、あ、これだな、よし、これだなとか、ほらウーマンラッシュアワーの、うんうん、うんうん、ね、これも2月4日に出てるニュースだね、これも前後がよくわからないんですけど、まあね、ウーマンラッシュアワーっていうお笑いコンビの村本さんって読むのかな、その人がまあね、高須クリニックの院長さんに対して、まああのなんだ、まあナチスを引っ張り出しながら、ちょっとなんだろうな、これここしか読まないからわかんないんですけど、ツイートの問題発言的なところしか、こう前後がまたよくわからないので、私はまあ肯定も否定も全然できないんですけど、まずね、ただなんかこうやってなんだろうな、多分ね、これはちょっとね、よく考えてものを言えよっていうことをこのニュースは言われてるんですけど、人間に対してね、あのね、出していい話題とそうでない話題がちゃんとあるっていうことですね。あのナチスの話題っていうのは結構デリケートだと思うんだよね。誰かなんか食いつかれてなかったかな、韓国のなんか、T シャツにね、ね、なんかプリントしてる、あ、そう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 ね、 T シャツにそのそういった、まあ、文言、絵柄、まあ、そんなものがねプリントされてるものを身につけてたよって言ったことだけでさえ、まあね、反応が出てくる。でもまあそれがどうしてかって言ったね、背景なんかを見るとね、まあちょっとまあどうかな、うんとね、これさらっと言いますけどね、あれにもちゃんと理由があってですねっていうことなんです。だから一概に悪いとは言い切れないんだけど、ただナイーブな問題なのでね、党の本人、まあね、村本さんは高須さんに対して攻撃をしているんだけど、そうではないところから多分反感を買うとか、ものすごいね圧力がかかってしまうとか、なんだろうな、人間がどういったことに喜んだり楽しんだり苦しんだり悲しんだりするかっていうことをちゃんと理解できてると、こうね、自分がまあ私的なね言葉、個人的な言葉だろうけど、でもまあ注目はされている一般人ではないのでね、一応芸能人っていうくくりで、まあね、プライベートとまあ公っていうのが分けにくいところではあると思うんですけど、ただ自分の立場とかどれだけまあ発信したものが、広がっていくのかっていうのをね、よく考えると、言っていいことと悪いこと、この場で言うべきことかそうでないことかって言ったことがちゃんと分かると思うんですね。ね、別にこの村本さんが好きとか嫌いではないんですけど、軽はずみだねって言われます。でもそういったことっていうのを、なんかね、その人間の感情、さっき言った喜怒哀楽をどこに感じて、自分がそうされたら嫌だとか、そうされたら嬉しいって言ったことがちゃんと分かってれば、不必要に相手を攻撃したりも、自分が出現したりって言ったことも控えられると思うんですね。ただニュースね、見てもらってるといっぱい、まあね、日々いろんな情報って出てきては消えてっていうのがあるんですけど、
人間に対する啓発っていうのはものすごく最近多く出てるので、一つ一つ見てね、読み込んでいかなくてもとりあえずいいので、パッと見、斜め読みでね、パッパッパって見てって、自分が気になる情報あったら、なんでそれに気に、まあ、気が向いてしまったのか、気になったのかなって言ったことを少し落ち着いてね、よく考えてみるといい。あとは情報っていうのは全部見てからでないと判断しちゃダメだよってね。たった一つの発言を抜き出したから、じゃあいい悪いっていうのは判断できないはずなんですよね。だから自分のおつむで考えてなくて、まあ世論というか全体の流れ、まあ、もしくは作られた流れに、乗ってってしまう、何も考えないって言ったところも非常に問題ですよって言ったことを言われております。ということでね、今回のテーマ、ニュースを見ろ、見ない私が言いますけれどなんかね、私もだからザラッと見るだけなんだよね。朝起きて、まあね、ネットのニュースの本当にこういう題名のところだけパーって見て、あ、こういう感じなんだなとか、まあ、こういうこと言われてるんだなっていうのはざっと見て終わっちゃうんだけど、なんかよく読まないんだけど、まあ、こうやってね、一つ一つよく見ててもらうだけでも、自分を顧みたり、あ、自分はこういうことしないようにしようって、人の振り見て我が振り直せって言ったことが本当によくできるようにニュース作ってくれておりますので、ぜひぜひ皆さん、自分をより良くするための題材としてニュースも、あー、ね、気になるものはよく見て掘り下げてみてもらえるといいのではないかと思います。ということで、今日ニュースを見ろ終わりになりますよ。ありがとう。ニュースもさ、スポンサーの意図がさ、見え隠れするじゃない。そうそうそう、あるある、うん、NHK にしてもある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 その中立を保つためにさ、うん、YouTube を見た方がいいんじゃない。そう、 YouTube もね、なんかね、この自分で考えるね、癖をつけるには、そのね、どっかに偏ってるっていうのの方がまずね、いい。最初から真ん中にある情報、中央のね、情報っていうのを見ても、それがね、真ん中なのか右なのか左なのかわからない。だからどっちかに極端に偏った、右より左よりあるよねって、まあね、そういったものをまず見て、これ過激だなとかね、これ逆にね、そうやって、まあ、長いものに巻かれてるなっていうのを、まずね、なんとなくでもちゃんと自分で判断ができるようになったら、だんだん、まあ、中央の情報っていうのがね、まあ、YouTube も、出てるものはあるんだけど、なかなかやっぱり作成者の意図がね、まあ、すごく絡んでいるので、そういったとこもね、読み込んでいけるとね、楽しくね、いろいろ情報も心理も分かってくると思いますので、ぜひぜひ、別にいいよ、 YouTube の情報でもいいんだけど、とにかく自分でよく考えてね、鵜呑みにしないようにねっていうことを言われておりますので、よろしくお願いします。ということで、はい、今日の賢者の独り言終わりですよ。太郎はね、結局ね、ぼんやりしたまま終わってますけどねえ、次の18時からの番組紹介をしますよ。18時からは、アキラのようこそハポン、ゲストはカメラマンの内田慎之介さんになりますので、よろしくお願いいたします。そして私、次回は3月5日火曜日の17時半からに出演予定ですので、そちらもよろしくお願いいたします。では皆さん、どうもありがとうございましたさようなら、おー、バイバイ。おばちゃんもうね、あの、乾燥してるの早く水筒欲しいの、私じゃあね、乾燥してる OK ですか。いやー